はいみなさんこんにちは数学講茶の下島裕一郎ですそれでは第二百七十九回順二級二時四角一番括弧一括弧に講者の解説を始めますなおこの検定はですね平成二十七年十一月二十日金曜日に行われた検定でございますはいそれではやっていきましょう今回はですね、えー、三平方の定理を使ったですねまあ、平面図形の問題でございますいきましょう。 えー、こちらの図ですね。これは問題文の方に記載されております。こちらですね。はい、行きましょう。まず問題文読みます。えー、右の図の三角形 ABC において、AB イコール AC イコール7センチメートル、BC イコール4センチメートルです。えー、点 A から、えー、辺 BC に垂線 AH を引き、線分 AH の三等分線、長さを三等分する点のうち、点 a H に近い方の点を P とするとき。 え次の問いに答えなさい測定技能ということでございますねはい、えー、かっこ1番線分 AH の長さを求めなさいいいですかはいこの問題は答えだけを書いてください回答方針も説明いたしますかっこ2番辺 AB は線分 BP よりどれだけ長いですかということですねはいまず括弧1番からいきましょう線分 AH の長さ,長さですね、えー、問題文にこちらの図が書いてありますそうするとはい A かからら H にここれれ線でですすもちろんこれ垂直でございますねそうすると垂直ですので三角形 ABH はこれ角 H が9 0度の直角三角形になりますのでそうすると AB が 7cmBH はこれは半分ですよね半分の 2cm になりますのでそうするとえこっちょうど。 えー、二等辺三角形ですよね。AB イコール AC の二等辺三角形ですから、そうすると垂線を下ろしますと BH イコール HC になりますよね。そうするとまあ2センチメートル2センチメートルということになりますので、そうするとまあ AH はこれ三平方の定理でよろしいかと思います。はい、それでは行きましょう。そうしますとこれはもう三平方で行きたいと思います。括弧ですね。はい、AH ははい7の2乗マイナス2の2乗の はいこれルートでよろしいかと思いますはい計算しますとこれはルート45すなわち3ルート5ですねはいあと注意です問題文に単位がきちんとこれセンチメートルでございますので単位は必ず書いてくださいここセンチメートルですねはいこれが正解でございますはいよろしいでしょうか はいでは続きまして括弧2番いきましょう、えー、辺 AB これここですね辺 AB ここですねはい斜辺の7センチメートルは BP この BP よりも何センチメートル長いかということでございますさてやはりこれ誘導問題なんですね括弧1の問題を使って括弧2を解くということとあとは問題文に書いてある情報それがきちんと読み取れるかというところになっていきますはいそうするとですねはいこれなんですけれどもこ,ここの文見てください ははい、い、文章中ののここの部分ですね、はい。上からですね、えー、3行目のところですね線分 AH の3等分点のうち点 H に近い方の点を P とするということですのでそうすると、えー、PH っていうのはこれ AH のですね これどううななるるかというといい、分のわけですね。はい、そうすると pH の長さが分かるとで bH っていうのは先ほどお話ししましたようにこれ 2cm ですのでそうするとここの部分を取り出してくるとでそうするとまず pH っていうのはえーはい、問題文ではい、AH が3ルート5ですからその3等分でになりますからここはルート5ですねはいそして bH これは 2cm ですね はいということですのでまずじゃあ何をするかということになってくるんですけれどもはい三角形 BPH において斜辺はこれ三平方の定理で2の2乗プラスルート5の2乗それのまたルートですよねはいそれで出てきますそうすると BP の長さが出てきますのであとは AB の長さ7トルから、えー、その BP の長さを引いてあげれば OK ということになっていきますよろしいでしょうか。はい それではやっていきましょううはいそすするとですねまず、えー、ルート5これ勝手に出してますのでこれは問題文ですねそれはちゃんと、えー、記述していきましょうはい第りはいそうしますと、えー、pH=3 イコール3分の1倍の ah ですね。 三ルート5ですからそうするとルート5とはいルート 5cm ですね。であとは三角形 BPH いきましょう三角形 BPH においてはい三平方の定理より。 ははい、いい、三平方の定理よりととうことですね。はい、そして、えー、BP は、はいえー、2の2乗プラスルート5の2乗ですね2の二乗プラス、えー、ルート5の二乗と。はい、まあ、本来ルート5の方が長いんですけどちょっとまああのー。 ちょっとこの図自体はこちらの方が本来は長いんですけれどもねはいちょっとその点だけはちょっと考慮してくださいでこれそうしますと計算結果は 3cm ですねはいそうしますとはいあとは ab が 7cm で bp が 3cm ですからはい差は ab-bp は7-3ですから答えは 4cm ですね まあこれはお話してあるように単位はですね、必ず書いてください。よろしいですかはい。ちょっとこの図正確にはこうですね。ちょっと書き直しましょうか。はい。これはですね、えーまあ、長さとしては間違いじゃないですけど、ちょっと長さに関して本来はどちらかというとこちらの方が長い感じですね。こ,こちらの方が若,若干まあ長い感じですね。こういう形ですかね。若干ちょっとこちらの、えー、pH の方が若干長い形ですね。はい。ちょっとこう書き直しますね。 はい、長さの方はこれは2センチメートルルート5センチメートルですね。はい、これが正確な図になるなるかと思います。はい、それではですね。 え四角一番括弧一括弧二とちょっと振り返っていきたいと思います。はい、えー、まず括弧一番ですね。これはまあ三平方の定理ですから三角形 ABH のこれ三平方の定理ですから。そうしますとこれは AH の長さですからえ AB が七の二乗、BH が二の二乗ということでえ引いてあげますとで高さですから三ルート五とでセンチメートルちゃんと書いてくださいね。はい。 その1のこの3ルート 5cm の答えを使って2番ですね。はい AB の長さはこの BP の長さのその差を求めなさいということですね。長さの差を求めなさいということですよね。でそうすると今度はここの BPH 取り出しましょう。はい、えー、PH これ実はこの3ルートの3等分ですからここはルート 5cm ということですね。はいここですね。代より PH イコール3分の1倍の AH なのでルート 5cm と。ははいあと BH に HC 長さ等しいでですすから2ですねでそうすると三角形 BPH において三平方の定理を用いますと、はいえー、2の2乗ですね2の2乗プラスルート5の2乗これ計算してそのルバタルートで 3cm ですね。ですからここ 3cm と出てきますので 7cm から 3cm を引きますと答えは 4cm といった形になります。よろしいでしょうか はい、それではですね、第二百七十九回、えー、順二級二次、四角一、括弧一、括弧に解説を終了いたします。ありがとうございました。